ジラール・ペルゴ、リシュビル、REF2710、クロノグラフ。1990年代、手巻き。今回ご紹介するのは、ジラール・ペルゴのリシュビルです。クラシカルで、斬新なデザインが、特徴の、トノー型ケースの先駆けとなった人気コレクション。本品は、REF2710、二つ目クロノグラフ、手巻きモデルです。文字盤は放射仕上げのブラックカラー。アップライトのオールアラビアアワーマーカーとホワイトのブレゲハンドの組み合わせ。インダイヤルは9時1に永久秒針、3時1に30分積算計。精巧な作り込みが秀逸な高級感あふれる風貌です。SS ケースはトノー型。裏蓋は気密性に優れたネジ止め仕様です。車外側ベルトを装着した上品でおしゃれな一品です。機能的でありながら、洗練された上質なデザインですので、ビジネスシーンや、普段使いからフォーマルまで、幅広い場面で活躍できるかと思います。ジラール・ペルゴ。1791年、ジャン・フランソワ・ボットにより設立されてから、現在まで続く老舗時計メーカー、ジラール・ペルゴ。ムーブメントの製造から組み立て、装飾に至るまでの時計製造に関わる全ての工程を自社一貫生産するマニュファクチュールの一つで、世界で初めて腕時計の量産を行ったりと、時計業界の歴史に欠かすことはできないメーカーです。クオリティの高さで長年にわたり時計ファンに高い支持を誇る時計の名門です。操作方法、右サイドにあるつまみがリューズです。そのままのポジションで手巻きができます。手巻き時計ですので、毎日リューズでゼンマイを巻き上げてご使用ください。巻き、隣以上に強く巻き上げるとゼンマイが切れることもありますので、できるだけゆっくり優しく巻き上げてください。リューズは、右回し、時計回りに、指先の腹で前方に押し出すようにして巻き上げます。リューズを引いて回すと、針が動いて時刻調整ができます。ハック、秒針停止機能はありません。クロノの操作は、右上のプッシャーを押すと、スタートストップ、下のプッシャーを押すと、リセットします。サイズ、ラグ幅 20mm です。ケース径は、約 34mm、リューズ含まず、縦、ラグからラグまで、約 45mm、厚さ約 10mm、風防含むです。この時計の外観コンディションや精度など詳細は説明欄にリンクを貼っていますので、ぜひご覧ください。またお気に召しましたらチャンネル登録もよろしくお願いします。時計の委託、アンティーウォッチマンがお送りしました。